コースター EX コースターは、トヨタ自動車が製造するキャブオーバー型のマイクロバスで、ある。ビッグバンや、キャンピングカーとしての登録も多く、テレビ放送局などでのロケバスとしても多く、用いられている。また、日産、シビリアン同様、コミュニティバス用として導入している国内事業者もある。日本国内での用途廃車後、途上国へ中古車として輸出されるケースが多い車両でもある。 系列の日の自動車には DSC2 の社名で OEM 供給されている。輸出仕様に釣り革、非常口、校舎ブザーなどを備えた路線仕様も存在し、香港において運行されているミニバスのほとんどがコースター LPG を使用している。また、香港向けに開発された 1BG 型 4.1LLPG エンジン搭載車も3代目から日本で発売され、コースター、 d s 線に設定され幼稚園バス等で使用されている。欧州では、ポルトガルのサルバドールカイターノが、コースターのシャーシに、独自の車体を仮装し、オプティモの名で販売している。なお、2014年9月に運転席側、助手席側ともに、全車、SRS ウェアバッグが非装備だったピクシストラックが、フルモデルチェンジし、全車運転席側に、SRS ウェアバッグが、 標準装備化されたため、2015年1月の時点で、新車で購入可能なトヨタ車では唯一、運転席側、助手席側ともに、全車、SRS エアバッグが非装備だったが、2016年12月に実施されたフルモデルチェンジで全車に運転席、助手席、SRS エアバッグがようやく標準装備され、2018年6月の一部改良で、 衝突被害軽減ブレーキも装備されるようになった。トヨペットルートトラックのはしごフレームにバスボディを仮装したものがコースターの始祖にあたる。当初は毎年のように車種が改良され、それに伴い形式も変更された。同一フレームがトラック、ルートバンバスなどで共用されていた。他社も含め、当時はマイクロバスではなくライトバスと名乗っているものが多いようである。 1963年3月、ダイナのモデルチェンジに合わせ、3RB 型ガソリンエンジン搭載のトヨタライトバス RK170 バイト系が発表された。170系ダイナではバスボディを仮装しやすいよう、スタウトと共通のものから直線的なフレームに一新されており、ボディもこれまでより大型のものを新規に設計、開発した。ライトバスの形式は末尾が B とされ、 二人乗りが RK170 バイト、25人乗りは RK170 バイト B となった。また、日本のマイクロバスとしては初めてとなる、オルタネーターを装備していた。統計式の丸型テールランプとバックアップランプは、2000GT にも流用されている。以後、コースター登場まで3度のマイナーチェンジを経る。トヨタ車体の歴史には、 マイクロバス RK160 バイト型、トヨタ自動車の歴史では、この RK170 バイトトヨタライトバス、と、それぞれ記されており、RK、JKK のバスモデルが、コースターにつながったことが示されている。なお、少数ながら、スタイルの異なるトヨペット整備性の車体を仮装した、モデルも、冒険として併売されていた。 J 型ディーゼルエンジン搭載の JK170 バイト計を追加。1965年6月、サブエンジン方式でクーラー搭載モデルを設定。このエンジンには、パブリカ700用の U 型が流用され、最高列の座席を排した床下に収められた。大型のクーラーボックスをも備えており、外観では屋根状のクーラーダクトとリアの通気用メッシュが特徴となる。 1966年2月、パブリカの 800cc 化に伴い、クーラー用、サブエンジンが 2UB 型となる。1966年2月、エンジンを 1900cc の 5R 型へ変更、形式が RK171 バイトとなる。初代コースター1969年2月、コースターという名前では、初代となる RU18 型他が登場する。従来通り、 ダイナの姉妹車として開発されており、形式の U もダイナと共通である。最前部の屋根のみ少し高くされ、運転席と左側最前列席への移動性が向上している。運転席ドアを装備するとともに、ラップアラウンド形状のバンパーを採用した。コア R 型ガソリンエンジンのほか、J 型ディーゼルエンジンも設定され、レントゲン車などの仮装に対応して、 発電用サブエンジンの搭載も可能であった。1977年2月、マイナーチェンジ。フレームを補強、ホイールベースも 15mm 延長され、形式が RU19 となる。ブレーキマスターシリンダーがタンデムとなり、真空倍力装置一体型となる。5R エンジンは圧縮比のアップなどで 5PS1KGM の出力向上。外観では、 フロントグリルの衣装、外反色や塗り分けを変更。1977年6月、ダイナのフルモデルチェンジに先んじ、B10K に形式変更。ダイナから分離され、専用形式となったため、運輸省の認可上は、モデルチェンジとなるが、外観が踏襲されているため従来型との判別は、難しい。ライトバス時代を通しても、初となる。 カタログモデルとしてのハイルーフが設定されている。二遊型エンジンを用いたサブエンジン方式のクーラーは廃止され、経済性や騒音面を重視し、乗用車等で一般的なエンジン自稼働式コンプレッサーとなっている。大きな車室の冷気をまかなうためのコンプレッサーは非常に大型となり、ベルト駆動では信頼性に欠けるため、トランスミッションケース横から長い補助シャフトで動力を、 スタイル PTO 式を採用している。この補助シャフトのアイディアは、初代エスティマのスーパーチャージャーの駆動にも応用されている。車両総重量とクーラーコンプレッサーの負荷を考慮して、エンジンには若干の余裕を持たせ、3200cc の2バイト型ディーゼルと、2200cc の 20R 型ガソリンが新たに設定された。2バイト型は、 ランドクルーザー40系の排出ガス規制用として1979年に日本国内向けのみに搭載されるまでしばらくはコースター専用であった。1979年一部改良。昭和54年排出ガス規制に適合するとともにシフトレバーの配置がコラムシフトからフロアシフトにワイパーがシルバーからブラックにそれぞれ変更された。 二代目コースターロングボディハイルーフ GX 二代目コースターロングボディハイルーフデラックス1982年5月フルモデルチェンジされ二代目が登場するこのモデルよりロングボディやオートマチックトランスミッションもラインナップされる前者の前輪がトーションバースプリングを用いたダブルウィッシュボーン式サスペンションとなり最上級となる EX グレードにはエアサスペンションが 新たに採用された。また、スタンダード、幼児車を除き、角形4頭、ヘッドランプが採用された。直列6気筒エンジンがメインとなり、ランドクルーザーに搭載されていた、直列6気筒オフ 4000cc、軽質室式の 2H 型ディーゼルエンジンと、その直噴、ターボ版の 12HT 型が、コースターにも設定された。他に、直列4気筒オフ 3400cc、 軽質式ディーゼルの3バイト型、直列4気筒オフ 3700cc の直噴ディーゼル14バイト型、直列4気筒 OHC2400cc ガソリン 22R 型と合わせ5機種のラインナップとなった。客用ドアは従来からのオり度に加え、国産マイクロバスでは初となるグライドドアを設定、どちらも自動、手動切り替え式とした。他社に先駆けて、 これら一連の装備の採用で、コースターの商品性は大きく向上した。1984年8月、普通貨物登録のビッグバンを追加。普通免許での運転が可能な用座席を9名とし、車室後半を1.25トン積みの過失に当て、バックドアは2役に、都合の良い観音開きとした。2007年6月以降は運転免許制度改正に、伴い、ロングボディは、 車両総重量が5トンを超えて、中型自動車となるため、新普通免許での運転はできなくなった。でも運転できるようになった1990年1月、マイナーチェンジ。6気筒ディーゼルエンジンを、HK から OHC4200cc 下流出式の1、ヘレツ型と同じく直噴式、ターボ下級の 1HDT 型へ変更し、平成元年排出ガス規制に適合。 ボディのカラーリングも変更された。特装車として、キックアップルーフで、後部座席天井に傾斜付きのガラス窓が設けられた、パノラマサルーンが存在した。仮装は、北村製作所。3代目コースター標準ボディハイルーフ HDB、43代目コースター標準ボディ XZB、43代目コースタービュック版標準ボディ XZB46V 版は、ハイルーフのみで、 観音開きバックドアはバンで、標準、幼児専用車以外のバスでは、オプションとなる。幼児専用車の背面には、観音扉の左側のみを流用した非常口が、備わる。三代目コースターマイナーチェンジ後の音声合成装置、運転席後部仕切り設置仕様の運転席。系統設定機の位置は、事業者によって異なる。ハイブリッド EV1500cc の濃い e FE 型エンジンを発電用に使ったシリーズハイブリッド車も HZB50 系の改造車扱いでラインナップされていた。運転席、助手席の後部に機器を増設しているため、旧機口が外観のアクセントとなる。1997年3月に発売開始、車両本体価格が約1500万円と非常に高価なため導入例が少なく、北海道では、 国間機の出力減衰という事情もあり、2007年のマイナーチェンジで生産、市販を中止した。導入例としては、札幌市の公用の名所である、豊平京ダムへの観光客送迎用バスや、東京電力横浜火力発電所見学車用が挙げられる。東京都交通局の実験的な試みで始まった、ビジネスや買い物客を想定した。 低運賃の都心ミニバスにコースターハイルーフが採用された。1974年2月、クリーム色に水色の帯の見延べカラーでデビューした。品川営業所の受け持ちで、系統番号は東礼寺、運行経路は東京駅北口東京駅南口、有楽町駅日比谷、警視庁霞ヶ関虎ノ門新橋駅であった。1980年9月に、 KBB11 型に代替され、全廃時の都電を彷彿とさせる黄色地に円字の帯へ変更された。大型の方向幕とも相まって、都営バスの中では異彩を放つものであった。現在の100円バスと同様のコンセプトは先進的であったが、利用客数は低迷し、1983年8月に廃止された。その後車両は岩手県の東岩交通に売却され、 都営時代のカラーのまま路線バスとして使われ、廃車となったが、解体されずに倉庫となり、現在に至る。後にこの都職は一般の都営バスにも波及したが、1985年3月に国際科学技術博覧会会場内の巡回バスとして採用される。この車体については、乗務員が停留所で運賃収受や車椅子の乗降補助を容易にするため、 左ハンドルに設定され、側面の乗降口は運転席のすぐ後ろと最後部の2カ所に設けられた。また、バリアフリー対策として、オプションの車椅子乗降用リフトも8台中4台に取り付けられた。アウタースイング式、プラグドアのトヨタでの故障。OEM の日の DSS2 では自動スイング扉となっている。 三菱不走、ローザは6.4から7.5メートル、日産、シビリアンは6.6メートル、ローザは5.7から6.1メートル、シビリアンは6.0メートル仕様は、ロングボディ、ハイルーフ4速 AT で、発売当初は4輪、ダブルウィッシュボーンサスペンション4輪、シングルタイヤだったが、その後、車両価格を抑え、リプレースタイヤの購入費用を抑えるため、後輪は、 標準車のホーシングを流用したダブルタイヤとリーフリジットサスペンションに変更された。2004年の BK エンジン廃止と同時に生産を終了した。オーストラリア、香港、マカオ向けも NLA4C に変更されたが、排出ガス規制のないアフリカでは 1Hz、14バイトが継続設定された。トヨタ、コースター用事専用車後付け保護パッドセットを発売。 トヨタ自動車株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ newsroom.toyota.co.jp スラッシュ jp スラッシュ t l スラッシュ41240392014年10月28日閲覧。トヨタ、コースターを一部改良、トヨタ自動車株式会社。 http://newsroom.toyota.co.jp/.jp/.dtel/.45073702014 年12月24日閲覧。トヨタ、コースターを、フルモデルチェンジ、トヨタ自動車株式会社。 h t t p s n e w s r o o m t o y o t a c o j p j p t l 1 4 5 7 2 7 5 8日野自動車、小型バス、日野リエッセツを、モデルチェンジして、新発売。日野自動車株式会社。 http://www.hino.co.jp <laughs> スラッシュニュースリリース16から0日 HTML2017 年1月27日閲覧トヨタコースターを一部改良トヨタ自動車株式会社 https://newsroom.toyota.co.jp/.jp/.toyota.23017808.html2018 年6月21日日閲覧トヨタ、コースターを一部改良し、全社、平成28年排出ガス規制に適応、トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota-jp:/newsroom/toyota-28866414.html2019 <ッ>年7月18日閲覧トヨタ、コースターに、プレミアムキャビンを設定、トヨタ自動車株式会社。 https://global.toyota/.jp/.newsroom/.toyota/.32549590.html2020 <ッ>トト年5月19日閲覧。メーカーオプションの冷蔵庫を装備した場合は20人 ?LX、GX、EX に設定。ボディカラーでホワイトを選択した場合は、車内、コースター。 用事専用車の安全装備を強化、トヨタ自動車株式会社、https コロンスラッシュスラッシュグローバルドットヨタスラッシュ jp スラッシュ n e w s r o m スラッシュトヨタスラッシュ34534039ドット html2020 年12月18日日閲覧愛知県。1989年1月に、 トヨタカローラメイトへの社名変更及びカローラ店へ系列変更され、これをもって全国からトヨタディーゼル店は消滅。ありがとうございます。